ばんは。皆さん、どう？今日は、まあ、ルーレット回しつつの、まあ、キラちゃんの誕生日のガルフレもちょっとやりながらバルにして遊びたいと思います。してるから声が大きくなってるんじゃないかなって、こうやって片耳なら全部で食べれるんじゃないかと思ったんだけど、どうなんだろう。ライトさん、こんばんは。キラちゃん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どっちを先にやろうかな。ちょっともう動かさない方がいいかなと思ってゲームだけかけましたが、あ、私の耳には BGM ほぼほぼ聞こえてないぐらいなんだけど、これだと小さい。でしょう。じゃあルーレット回すか。サクッとルーレット回してガルフレちょっとかな。だこのあとちょっと試合の歌取りをしなきゃいけなくて、7時には配信終わるよみたいなことなんだけど、まあ配信始めちゃったから11時半までにはまあ終わろうなでその後歌取りして出ます。コメントが入る少ないけど、ルーレットも集まってからルーレットスカイプで見るかなってどうなんでしょう。思ったけど、ちょっとこうやって引いてる絵の方がいいような気がした。カメラもっと遠く、私いつも画面に使っちゃうからさ、こうやっていなくなっちゃうんだよね画面からいなくなっちゃうんだ。では、でもやっぱもうちょっと人がいてルーレット回した方がいいよね。まあ3人しかいないって出てるよ。
っぱ酒にガルフレするか。から本命があるキラちゃんって、ね、本命があるが一番強い。あ、リリンダリアさん、どうもこんばんは。この間はレイドありがとうございました。私も遅ればせながら父の方フォローさせていただきましたので、今後ともお願いします。ババロじゃないんです。ガールフレンドカッコカリっていうゲームの吉田キラちゃんという私が担当しているキャラクターが今日誕生日なもんで、今日はキラちゃんをデートに連れ出そうという日になっております。進展させてるね、デート。あ、待って、デートで声を出してるかどうかか。ガールズやってるよ、ヤクタネさん。こちらこそです、リーナさん。ある。あ、やっぱデート出してないね。このキラちゃんで行きましょう。デートチケットで最終進展まで行ったからと思ってチケット出してなかった。さあ、このキラちゃんをデートに誘いましょう。これね、待って、声ボイスこっちの、オン、ボイス出るかな。行きます、ボイスオン。じゃあ行きたいところがあるので、ぜひそこに。やっぱ楽しむなら全力で楽しみたいので。今日は今あ、ボイスあれだけ？フフフフ、ページ。あ、やってないのがバレたやってないのがバレたぞ。あ、なんだ、いっぱい出るの。全部出ましたね。やった、先輩とならどこへでも。それで先輩はどこか行きたい場所とかあったりしますか。パーティーに出席、私とペアで。もちろんオッケーです、先輩任せてください。じゃあ行きたいところがあるので、ぜひそこに。やっぱ楽しむなら全力で楽しみたいので。うん、それで全部の声が出ました。キラちゃん誕生日おめでとう。そしてやっぱこうやって聞くと、キラちゃんの方が普段の私っぽい声してるね。ステージは全然違うけど
キラちゃんは、あーなんか私だなーって。あ、ケジの子。え、スパイハンターズやった。いやー、ありがとうございます。キラちゃん、お誕生日おめでとう。で、まあ誕生日当日何かイベントがあるわけでもないので魔法メーガールにし、デートに誘い、まあ一通りやるか。じゃあ一通りやりますね。おしゃべり、なんだ、君も買い物か。私？私は本屋に用があってな。今日は新しい写真集の、じゃなくて参考書の発売日なんだ。では急いでるので失礼する。キラちゃんのが普段のみっぽい。そうなんだよね。だってこの間も参加型やったら、政治の先生本当ですかって何回聞かれたことか普段の声が違いすぎて、え、政治誰みたいになってたもんねえ、エール、もう一通りめでてしまった気がするな。バトルするくらいじゃない。バネた。本気で言ってる人もいるだろうね。わざと言ってる人もいるだろうね。あ、りゅうちゃんおつおつ。まあ、ひらちゃんをデートに誘ってデートボイスを解放して、キラちゃんばっかり入ってるよ。一人だけちょっとこれね、これクールのキャラ、私キラちゃんポップキャラなんだけど、クールのキャラが全属性のアップみたいな感じ、強いのよ。しかもから入れてる。あ、全部キラちゃんにしてる今日は。危険な人ね。そんなにわかりません。思っちゃういいけど。だから最近やっぱバロランとやってることが多かったから、ね、待って。今までこんなホワイト加工されてなかったよね。なんとなくこの目の部分を隠してません。今までこんなんなかったよね。全部胸の部分がホワイトなんだけど。そして。どうしてそういうこと。気にしてる人が気にしてる。ほらほらほら、出ませんみたい。ここら辺は昔のイラストだからさ、
ほら、なんかちょっと白くない？ちょっと白くないですか？これはそういう、なんかこう、ピンからこう広がっていくみたいな感じ。ほら、真っ白だよ、真っ白、真っ白。真っ白だよ。なんで？謎の光。あ、村井さんだもー。ひらちゃん、ガチデッキでも楽しいかも。謎の光だよ。何かあったのかな？売りにしてるゲームなんだから。はい。アニメや漫画でよくある。逆に謎の光があることによってそこに意識が向くじゃん。よくないよ。マジでよくない。ほら、よくないよ。気になっちゃうもん。逆にさ、でも世の中ね、ほら昔の絵には、ま、謎の光入ってないですよ。今回のイベントからだね、多分。これもうさ、だったらここの首上のイラストだけでいいんじゃないの？わけにも。ね、逆にエロい。なんか前にもなんか似たような話をしたけど、受け手の問題じゃない、それって。受け手の問題だと私は思ってて、相手がそんなつもりはないけれど、受け手がそうやって思ってるからそう思う。新側がなくても、まあ、そこまで考えてやれよっていう意見もあるとは思うんだけど、ですよ。で、まあでもそのたらさ、セクハラとかもさ、されたと思った人がされたらセクハラだって言うよね。なんかそれって客もやりたい放題になる、ね、何家だと。確かに。いや、本当にそうです、そうですよ。こう思ってる人の脳内がそういう思考だから、そう見でも思ったかって。あー、どうしよう、体力が。待った待った、バトルこれか。テスト勉強がポッ。あー、うるさいですね、うるさいです。スイートだった、スイートだからいいや。マイページに飛べないわ。あら、マイページに飛べないわ。マイページに飛べない。時間差だった。時間差でした。つまり一通りやってしまった、してしまったな。あ、そして人数集まったからルーレットの方行こっか、サクッとね。キラちゃん誕生日おめでとうということで、本命ガールにキラちゃんを置きましての、いつも言ってるんですが、デートもしましたね。選抜か。ごめんね、音がでかすぎて。音がでかすぎて、出せて。まあでもバトルのあれ、こう合わせちゃった。
講演力使い切っちゃったからかな。まあでもそれか、せっかくだから回復させるかで、復活の始まったデスクトップ音声いじるバロやるだったかな。変わった？ね、交換と公演のこれを変えちゃおうか。バトルになってる。なんでスイートになってんの？あー、ガールを検索がスイートになってんだ。ポップで、ごめんね、一回外しますよ、皆さん。外で、強いキラちゃんから入れていきますと。待って、上からだと、あ、やっぱこの子入るか。違う間違えた。ここあーあああ、できた。連動するんだよね、分けてるんだけど、これでいいんじゃない？で、これがね、ガンドで、これバトルになってるもんね。バトルの時にこの5人が出るはずだから、マイページページによって音が出る出ないある。バトル、え、回復出るかな。出なかったらごめんね。よし、あ、これだ。向こうもキラちゃんじゃん。向こうもキラちゃんに設定してくれてるやつ、もしかして誕生日ガールだから。嬉しいですね。それか単純に強いのかな、この人の中で。キラちゃん対決だったよ。ほら、誕生日ボーナス。めっちゃボーナス入るじゃん。めっちゃボーナス入るじゃん。じゃない、わかんないけど。わかんないけど負けた。負けた。
んだけど負けてまーすあんなに、あ、なんで、ナイトラ負けました絶対勝ったと思ったんだけど面白い、キラちゃん対決負けた黒島さんこんばんは、負けました面白いね負けました、はい、あ、それともある私のね、強いキラちゃんの中の強い上から5個で、誕生日ボーナスとね、同じカードボーナスとなんか部活のボーナスとっていっぱい入ったのに負けた悲しい悲しい、はい、じゃあまあやることやりましたね、今日のキラちゃんね、ゴールデンウィーク好き、やった、ゴールデンウィークどれ、これだ、好きなんだよなはい、ということで一通りお届けしました、どうもありがとうございます何も覚えてないやって、ゆーちゃんやって、キラちゃんがカードで登場する時だけで大丈夫なんでこんなこと言っちゃいけないこんなこと言っちゃいけない、はい、ぜひガルフレも遊んでください、かわいいね、ガちゃんかわいいですよ、もう光しか感じないキラちゃんには、キラちゃんに闇の要素はないんです、はい、ということでキラちゃんお誕生日おめでとうございます、もうだって10年以上だよキラちゃんの声を担当して、声優の養成所、あ、養成所時代、預かりに上がった時まだ養成時代だった、ちょっともう昔すぎて記憶が定かではないんだけど、本当の初期の初期キャラで、やっぱ当時はおとなしい大人のお姉さんとかが得意ですって言ってた、でこういう元気はつらつなキャラって一回もやったことなくて、でもこれ振られて、これ私なんだろうって思いながら、すごいもう緊張して、もうやるしかないって言って準備めちゃくちゃしてったけど、ブースの中でもう汗かきながらやった、その私ってなんかこうやっぱこの間も言ったけどね、来てるスピードがねなんだろう、そんなにこうテンションずっと高いってわけでも、まあ、上がるときはめちゃくちゃ上がる、まあ、振り幅は大きいんだけど、キラちゃんってなんか常にアップアップな感じじゃないですか、だからでも本当に本当にこうやってガーッともうエンジンかけてやるぞやるぞやるぞって言ってやったから、初めての収録
時も汗が本当にすごかった暑い暑いって言って、あの1ページ取り終わるごとに汗拭いて水飲んでみたいな感じで録したんですよ。難しい、何年前だよ、ほん、はい、やっぱ10年だよね。さに政治めあーでも政治って割と気が強いじゃないですか。なんか当時私得意ですって言ってたのはほわほわみたいな、そうなんですねみたいなお姉さんが得意ですって言ってた。あなたの得意キャラは何ですかみたいな言った時には、だから政治とも違うんだけど、政治も割とよしやるぞって言ってスイッチオンってやらないと出ない声なんですね。なんか今のそうなんだみたいなお姉さんって割と今の私のテンションと同じテンションのままいけるんですよ。声色を変えてるだけで。政治の時ってちょっと声の圧をギュッと濃縮して、今こうふわふわふわって喋ってるのをこうかき集めてギュッギュッておにぎりのようグッと固めてやるんです。ひらちゃんもそうなんだよ。よしやるぞってこうガッて、せいじも行きますよってこうガッてやらないと出ない声なんで。しかもごめん、多分消えたよね、多分声消えたよね声消えた気がする。大きい声出すと声消えちゃうんだよなそう、ゆるふわ系の50年もやさきさんからそんなあるのか、そうだよ10年だよ、無理だね。ちょっと一応聞こえてた、一応圧縮してるの伝わり伝わりますよ、薬谷さん。なんかやっぱ同業の人にはこういう感じでここに声を当ててとかこっちを流してとかなんかそういうこと言っても通じるんだけど、普通の人に言ってもどういうことみたいなちょっと伝わりづらいところもあって、多分このマイクの性能じゃないかなって思って。どうなんだろう、それか私の OBS の設定が下手くそなのかでもコンプをかけたら、 OBS 上でコンプをかけたらそれこそ私大きい声と小さい声の差が結構ありすぎて、でじゃあ、ま、ちょっと今ガルフレの画面開いてるけど雑談配信の画面に切り替えますね一旦。でね、手に切り替えました。あ、そうで、音量のバランスが、ね、幅が広くて、だから OBS 上でコンプをかけてしまうと、それこそ私大きい声出した時に全部かき消されてしまって、だからむしろコンプかけてない方が、まあ、音は割れるけれども一応入ってるみたいな感じになるから、コンプ一回外しました。そう、体の作りなんですよね。結局は前にも言ったかもしれないけど、一人一人の骨格の違い、肉付きの違い、空間の広げ方の違い、声帯を通る時の息のスピードの違い、そういうのが全部作用して今のこの声が出ているから、私はこう意識的に息のスピードを上げる、まあ、今ここら辺で喋っているのをここら辺に上げるとこういう声になって、ここにするとこういう声になってみたいな、こう骨に当てる位置をやっぱ変えることによって声を作っている、キャラを作って、まあでもその単純に演技をするっていうことだけ考えると別にその声のことは意識してないんだけど、こういう感情でっていう感情先行ではやってはいるけど、やっぱその
マイクに乗せなきゃいけないっていう、声優はちょっとやっぱ特殊だから、どんなにいい演技してたとしても綺麗にマイクに乗って収録されなければいけなくて、だからやっぱその演技を作った後に、じゃあこの感情で行った時に大きく叫べばいいわけでもないし、ボソボソ喋ればいいわけでもないし、どっちの声だとしてもマイクに声っていうのがいけないから、それを調整するときにやっぱじゃあここで喋ろう、ここで喋っ、この感情をここで喋ろう、ここで喋ろう、ここで喋ろうみたいなのは考えてますかね。でもやっぱ通じないよね。ヘッドホンマイク音割れやすいですね。なるほど。いや知り合いからなんかちょうどタイミングよくゲーミングマイクちょっと安く買いませんかみたいなあったから、かな、せっかくこのヘッドホンね、ヘッドセットを買ったのに1ヶ月の1ヘッドセットのマイクはそれ、ああ声と芝居の量、そう本当にそうですよね。そう、演技だけでもダメ、声だけでもダメ、両方がダメです。よし、じゃあまあ時間もあれなのでルーレット回しましょう。ページを、シーン、オンにする、勉強になります。チャプターさんも声優デビューかな。はい、じゃあルーレットを回していくんですが、まあ、一回やったからみんな分かってるだろうという手でいきます。これ再抽選なので、このルールが分かってない人はそもそも参加してないはずなので、ただ、省いていきます。7月7日に一回ルーレットを回しました。というのもバロラントのイベントで入場時にもらえる漫画が、まあ、3冊私もらってしまったので、これプレゼントよっかなみたいな、ただの思いっきです。で回したんだけども、ディスコードに入ってくれてる人とツイッチでサブスクされてる人と、なんかツイッターの名前とってこう全部が全部一致しなくてっていうことがあったの で、1週間の間に何回も何回もサブスクの人はディスコード入ってくださいっていうことを言ってきました。でそれでも、この人名前わかんない人たちは今日は省かせていただきます。でだからね、はいね、1週間ね何回も言いましたので前が分かんなかった方々は、あ、まあ、消した。何のって。全画面を解除する、タックス、ちょっと待って。そう、やっぱりこれは田中さんだ。これはそう、これはそう、ぶねえ、ぶねえ、ぶねえぞ。
貼り付け。これは田中さんだ。で、そうだいぶ確率が上がると思います。どんどん名前が読めない名前が見えてきたんじゃないですか。でこれどうしてね。桜団子さんやっほー。とチャプターさん入ってるよ。こっちで把握してる人は入ってますこっちで把握しております。でこの人ね、どうよ。当選したカルピスさんは省きます。これでいきたいと思います。これは名前あ待って一人名前が分かる方々ね。前ちゃんと横全部あるよね。オッケー、超減ったんじゃない、半分減ったんじゃない。テクタニさんありがとうございます。あ、ヤクタニさん正直いつでもでも会えるし。じゃあこれかな、すごい減ったんじゃない。安心21人に減りなりました。減りましたじゃない、21人になりました。そうルーレットでございます。サブスクをしてくれている方の中からルーレットで1名様のみ、バロラントのイベントでもらった漫画に私のサインを書いて、プレゼントをいたします。これは本当にただの私の思いつきなので公式とか事務所とかは一切何も関わっておりません。で、まあ、サブスクをしてくれている人たちを信頼して、やるものになります。そのとこよろしくお願いします。では全画面になってなかったどん？これでもう回していいのかしら？回そう。省かれたらどうしよう。省かないよ、りゅうちゃんは。名前わかってる人たちは省きませんよ。じゃあこの開始ボタンを押しますね。いいですか？いきます。3、2、1、ドン！何が出るかな、何が出るかな、ちょ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 ミューレシーまさかのミューレシーおめでとうちょっとミューネさん今いないんじゃないのミューネさんがいないんじゃないの今。ミューネさんにはまあ住所教えてって言います。おめでとう。いやチャッターさんは私のサイン割と持ってる割と持ってるおめでとうございます。迷子の子今いない気がします。え、ユネさん迷子なの？おめでとうございます。ということで、もう一冊当選したのはミューネさんでした。あ、そうね、ミューネさんいつでも見せてくれるんじゃない。そこに触れてくれるな。いいじゃん、いいじゃない。私
チャプターさんの名前も住所も知ってるから、把握してるからね。ではいいお時間になりました。ちょうどいいね。そう、さっき最初の方でも言ったんだけど、私この後知り合いの歌取りをしなきゃいけなくて、てか撮る方なんです、歌う方じゃなくて。なので今日はこれにてサクッと終わらせていただきます。どう？お困ったん。把握してるよ、大抵の人は把握してるよ。リュウちゃんもわかるよ、ピアスさんも、まあ、住所はわかんない、住所はわかんないけど。ピアスさんもわかるよ。いえいえ、桜団子さんありがとうございます。エンジニア頑張ってきます。では皆さん今日もありがとうございました。キラちゃんの誕生日もお祝いしていただきありがとうございました。ぜひバロラントもだけどガールフレンドも遊んでいただけたら嬉しいです。はい、ではレイドをしたい。レイドはやっぱ毎回しようと思う。そう、パソコンでツイッターとはってことは一回このルーレット消すんだ。ごめんね、ちょっとアナログわかんなくて、ルーレット消す。で、カイトさん、まあ今回はこういうプレゼント企画ではあったんですけど、全然そのイベントとかでもしお会いする機会があればサインは全然いくらでも書くんで。なので言ってください。そうやってサインを持ってる人は割といるのでね。いくらでも言ってください。で、スイッチを、スイッチを、あっ、できる人います。今日レイドできるのはキシさん、ミラさん、ウニさん、ロムさん。ミラさん昨日行ったし、キシさんも行ったことあるし、ロムさんのとこ行きましょうかね。ロムさんは、バロラントで、公式のジェットのコスプレをしている方です。なので何回も私もイベントでお会いさせていただいて、私のツイッターの方でも、リツイートしたりとか、この間一緒にご飯行ったりとか方です。で今ミラさんとロムさんが一緒にバロラントで遊んでますね。はい、ではロムさん、ああ引っかかった、ごめん。ロムさんのところに行きたいと思います。では皆さん本日もありがとうございました。またお会いしましょう。お疲れ様です。サイン欲しいです。行くわよ。ありがとうございました。